導いた役割論理 S は不要サイクル回せ受け出しは許しませんぞ使いこなせ三種の神器ロジカルファンタジーソーサイアーティーは決して破れない論者の翼だからロロジックやけもんはみんなロロジック火力に溶けんぴゃロロジックやティシンのようにロロジック今こそ羽ばたけ対戦相手の方が見つかりましたな。お相手のパーティーこれ受けループですな。役割論理は攻めループと呼ばれることもあるので攻めループ対受けループの対決ですな。導く以外ありえない。で相手のパーティーヤンギラスが結構通ってるように見えますな。まあグライオンはきついですがバンギバンギ対面でこっちのバンギバカ力持ってるので結構有利取れますな。ガラガラは悪くはないか。てかガラガラがいないとあのエアームとかちょいきついですかな。あーかぐやでもいけるか。かぐやメザパも持ってるんでグライオンにも結構強いですな。ただドヒドイデには何もできないので難しいところですが、ヤッカグやヤンギラスやヤラドスとかですから、ボッキーを考えるとブルルの火力も欲しいような気がしますが、難しいところですな。無動が結構重たいのでここに強いポケモン、まあ、やらやらもなくはないんですが、やらやらでもいいか、でも。まあ、地面の一角ありますが、グライオンにはかぐや投げれると考えたら、これで、あでは対戦よろしくお願いしますぞ。ちょっと時間オーバーになってしまいましたな、ありえない。あんまりヤーティーで受け入れの相手をしたことがないので、どんな展開になるか、そんなに想像つきませんが、まあ、せめて相手のサイクルを壊す以外ありえませんな。ではよろしくお願いしますぞ。ボンガーから入ってきた。じゃあヤッカグヤですな。どうしますかな。ヤンギーに引くのがいいか。フリ対面ってほどフリ対面ではないんですが、相手そもそもあれか、ヤッカグヤに対して滅びとか打ってくる可能性もなくはないですが、ここさっさと地震で削りに行くのがいいか。地震以外ありえない。メガゲンガーボンガーは今作からメガ進化前から冬じゃなくなったので、この地震の通りが良くなったのはでかいですな。おっとそんなことをしてる余裕があるんですかな。ここは地震以外ありえない。 A ブッパのオブジェなので多分持っていきますな。見るがいいですな、論理の火力を。一撃以外ありえない。無勝で突破できましたな。これは結構でかいですぞ。で、ディストロイスで A がありますな。あ、ただ、滅び食らってるので、相手のポケモン次第では変えた方がいいですが、グライオンとか出してきたら、メザパを打つのも、無動か、おっとこれまた役割対象ですな。大文字以外ありえない。鉄壁そんなことをしても意味がないですと。泣き尽くす以外ありえない。手文字ですな。よーし当てる。やっかけは大活躍ですな。ただ滅びがあるのでちょっとここは難しいところです。まあただこのターン突っ張っていいですな。大文字でいいか。文字連打できますかな。対戦感謝以外ありえない。対戦相手の方が見つかりましたな。相手のパーティーが、ギャラドス、カミツルギ、メタグロス、ガブリアス、カプテティフ、フェローチェということで、フェローチェはありえない。子供に役割が持てませんぞ。で、どうしますかな。ボブリアスに対しては、まあ、ブルル
ギャラ、かぐやあたりが有利ではあるんですが、まあ、ただブルーの場合は毒好き持ってる場合がきついので、そこですな。あと相手のパーティー結構ブルーに盾あるやつはいいので出しづらいですが、まあ、テテフがちょっと重たいので、まあ、テテフの相手はかぐやでしますかな、うん、かぐや、うん、で相手のヤーティー、ヤーティーじゃねえポーティー結構かぐやの通りので、だから難しいですな。ブルルはでも出した方がいいかもしれない。相手のギャラが重たいといえば重たいので、そこに強めのブルルはありといえばありですな。かぐやブルルでいきますかな。ラス1ですが、まあガラガラはありか、うん、これでいってみますかな。ちょっと難しいところではありますが、うん、ここでいく以外ありえない。では対戦よろしくお願いしますぞ。導く以外ありえない。ひっかくやから入りますな。オブリアス、まあ、これ有利対面ですな。ただ交換してくるかというと結構微妙ですな。相手あんまりいい加減にすれば決まっていないので、ここはステローか何か巻いてくるんじゃないですかな。なのでメザパでいきますぞ。炎の牙とかもなくはないかもしれませんが、まあ、炎の牙では落ちないので、ここはメザパでいいですな。ボテルスロックなんかを巻いてくるようにも見えるんですが、ただあエッジか、おっと相手の方やっぱりボーキーなんか使ってるから必然力が足りてませんな。でここは交換してくる可能性、ま、なくはないですが、ただ引けるポケモンがそもそもそんないないような気がしますな。なんでメザパレンダーでいきますかな。ストーンエッジ当たらない。無勝利突破しましたぞ。相手もボブリアさんの使うのやめて、リアンドロスや他なんかいるか、味迷惑、まあ、ヤンドロスを使う以外ありえませんな。今回我も使ってないんですがな。でビーストブーストかかりますな。相手かぐやに勝てるポケモンいるんですかな。だからそもそもエッジが当たってても結構きつかったような気がしますが、まあ、ボプテテフ、ボプテテフではないか、まあ、カプテテフあたりで10万を押してくるとか、あとはボエローチェの格闘 Z とかですかな。これ別に振り対面ではないんですが、かぐやがいないとテテフとかも結構辛いので、ここは一旦、いやまあブルーでも勝てるっちゃ勝てるな。どうしますかな。ここ変なことをする必要がないか。ただガラガラはかなりあのフェローチェに強い焼け物なので、まあ、ここガラガラでいいですな。相手のメインウェポン両方とも半減以下で、かつサブウェポンの冷凍ビームとかも半減なので、ここはやらやら以外ありえない。カクトゼットとかの場合美味しいですな。よーし、無償降臨させていただきましたぞ。でここで打つ技なんですが、シャドーボーンでいいかな、うん、シャドーボーンの取り非常にいいのでシャドーボーンにしときますかな。交差もあるかもしれませんな。引いてきましたな。で誰ですかな。あーギャードスですな。ここはシャドーボーン以外ありえない。ここエッジで攻めていってもいいんですが、まあ、ブルルがいるんでブルルに引いていきますかな。ここはしっかりと役割対象を駆逐していきますぞ。なんでここは、一旦ヤプブルルに引いて、でおそらくあのフェローチは耐久ないので、ヤプブルルの鉢巻き技は耐えられませんな。ブルル以外ありえない。 Z も切ってるんでスカイ Z の可能性もまあないですな。メガギャーですな。 OK、 これは大して打てないはずですぞ。ボユーの前でもしてくるんですかな。ボユーの前無償降臨させていただきましたぞ。ではここは最大火力のウッドハンマーでいいですかな。ですな。ウッドハンマー以外ありえない。対戦感謝以外ありえない。対戦相手の方が見つかりましたぞ。お相手のパーティーが不思議花、リザードン、アシレーヌ、ボリューズ、ウツロイド、テッカグヤということで、こっちのかぐやは結構通ってますが、それ以外は微妙なところ。ヤティオスからでいいかな。ヤティオスから入りますか。ヤティオスできついのが
アシリエーヌ、アシリエーヌは突っ張ってもいいような気はしますが、そう、うちのヤーティがアシリエーヌきついのか、まあ、ヤティを差出していく以外ありえないですな。あとはリザとドリューズあたりに強くて、まあ、いろいろ打点の持てるややらもありですな。ラストはウツロイドがちょっと重たい気もするので、ヤンギですか。まあ、ヤンギはありですな。いや、ティアヤラヤンギの、まあ、昔からいるこの焼け物並びで攻めていきますかな。これで行く以外ありえない。では対戦よろしくお願いしますぞ。なんかこのウルトラネクロズマの BGM 久しぶりに聞いた気がしますな。BGM 選ぶとき後ろから選択してしまうので、前の方にある曲があんまり選べない時代に陥りますな。リアティオスから入りますわ。相手はアシレーネ、これ引けないので突っ張りますな。これどうなんですか、メガネ雷って。アシレーネで特防高いとは言っても、もうまあ一般ポケモンレベルのそれなので、実は持っていけるとかありえませんかな。よーし、当てる。ミリがいいですね、リアティオスの火力を。一撃以外ありえない。これがヤケモンの王の火力ですぞ。見ましたかな。で、誰が来ますかな。リザードン、まあ、ヤヤラでもヤンギでも有利なので、ここは一旦ヤヤードスでいいですな。ヤヤラでいいよな。ヤンギの方がいいか。ヤヤードスの役割、あー、ドリューズがいる場合はヤヤラがいた方がいいか。あと、かぐやの場合もやら残した方がいいので、ここは一応ヤンギで行きますかな。引いてきた。おっと、誰だ、鉄かぐや。なるほど。ただ相手これ焼きと次のかぐや対面でもう雷に浮き出しできませんな。ここはヤンギラス以外ありえない。ここどうしますかな。ヤティオスに引いてもいい場面。いやでも微妙だな。ここメガ進化しちゃいますかな。でストーンエッジ以外ありえない。リザードンが X か Y か分かりませんが、今のところ X であればリュウマイをしてもよかった場面なので、 Y なんですかな、ちょっと分かりませんが、まあ、ここはメガ進化していきますぞ。ヤガヤンギラス、こいつのエッジはなかなかの火力ですからな。ミルがいいですわ。ストーンエッジ、まあ、当然当てますな。必然的に必中ですからな。肩ヘビーボンバーですな。半分入りませんな。残飯、ここはもう一発ストーンエッジでもいいか。いや、やられりヤヤードスで引くのありですね。ここボモルトがしてくる可能性もありえるので、うん、ヤヤードスに引きますかな。ちょっと消耗してしまうと微妙かもしれませんが、ここはあの残飯型ってことはボモルトかの可能性もある場面なので、一旦ヤヤードスに引きますと。比較外でヘビボンチャイそんな入りませんな。エドリギか、うーん、うまいことやられましたな。ここでどうするかですが、守るがあるのかどうか、まあ、あったら今の場面押してきてもおかしくなかったかな。まあ、他切りますかな。スーパーアクアトルネードで悔いがありえない。 OK 通ります。 OK、 いい火力ですわ。鉄壁、おっと、いい技をお持ちですな。鉄壁か、鉄壁ヤドリーヘビボンであればやら一回引き込みますかな。ちょっと交換繰り返しちゃってますが、ややとヤンギの HP は残しておきたいので、リザードン倒すために。やればここヤティオスに引きますかな。鉄壁なので次のアクアテイルぐらい耐える可能性もありますし、ここはヤティオスに引く意がありえない。鉄壁かぐやは初めて見ましたな。まあ結構こいつとマッチした技なので、使う人が増えるかもしれませんが、まあただ S がそんな速くないので、下から積むって状況だとなかなか厳しいのかもしれませんが、まあ、ただ今のこの試合に限っては機能されてますな。ありえない。補助技ありえませんぞ。考えてますな。でもヤティオスに引いて何を押すかですな。まあ、雷ではいいと思うんですな。
あれ砂ってさ、雷の命中率に影響しましたかな。どうでしたかな。ググるか。ヤーグルはアリエールを読んできましたな。砂嵐、雷、晴れは下がるの知ってるんですが、砂嵐はどうなんですかな。あー、砂は別に変わんないっぽいですな。で雷がありえない。まあ多少守ってきても、もう貫けるので、他雷連打ありえさん。オッケー。しかもそもそも砂止んでましたな。で薬かぐや、薬かぐやじゃない、ボッカグヤを粉砕して、ラストのリザードン。ここヤヤラから入ればリザ X に積まれても威嚇が入るので問題ありませんし、ヤヤラドスでいいですな。リザード Y の場合はもう泣きで止まるので、ここは一旦ヤヤラドスで威嚇を入れますな。ちょっと怖いのがこっちのポケモン HP が結構減っているので、あ、 X ですな。また威嚇を入れたので問題ないと思いますが、ボユーの前でもしてきますから、してきましたな。ここはもう一回威嚇を入れたいところなんですが、もう一枚もありえる場面なので自信でいきますわ。ですな。でこの次のターン相手前ないと思うので、ここは引っ込めて威嚇入れ直すのもありですな。これバギーとかも全員激凛とかで持ってかれる可能性があるので、まずはここは自信でいいですが、次のターン相手殴らざるを得ないと思うので、ここはヤティオスに引きますな。でヤティオス出せば相手は羽休めとかで粘ることもできないので、ここはヤティオスですな。でヤラドスでもう一回威嚇を入れますわ。ヤティオス以外ありえない。ドラゴンクロー、あー、そっちの方ですな。あー、であれば多分いけるかな。ドラクロってことはおそらくですが、フレドラドラクロ有名ハニヤスメ型なので、バンギもワンパンできないと思うんですな。まあ、自信がある場合が少し怖いですが、これ威嚇2回入れて多分 A 上昇トントンだと思うので、まあ、そもそもヤヤラを倒せないか相手、多分あれトントンで合ってますかな。合ってますな。なんでここは自信以外ありえない。ドラゴンクロウ多分落ちないと思うんですがな。ですな。全部のポケモンが大活躍してくれましたと。では対戦感謝以外ありえない。